不思議なブロビー・ブロバニアの機器は、イマジニアリングが開発した、ファミリーコンピュータ用、コンピュータゲームである。日本においては1990年11月29日に、ジャレコより販売された。北米では、アブソリュートエンターテインメント、ヨーロッパでは、ニンテンドーより販売された。プラットフォームパズルゲームである本作は、主人公の少年が、様々な姿に変身するブロビーと共に、 悪の皇帝の支配から惑星ブロバニアを救う内容となっている。プレイヤーは少年を操作するほか、ブロビーに様々な風味のキャンディー、日本語版の場合、英語オリジナル版ではジェリービーンズを与えて変身させたりしてゲームを進めていく。ピットホールで知られるデイビッド・クレインが設計、プログラムした本作は1989年の夏に、 任天堂によってライセンスされ、開発が開始6週間の短い期間で完成した。クレインは本作に登場するブロビーと少年の全体的な概念は型にはまらないと述べていて、自分の手でプレイヤーに便利なツールを実装しようとしていた。本作は賛否両論を巻き起こした。ほとんどのレビュアーはゲームプレイがオリジナルであることに同意したが、それは 実行が不十分であると感じた人もいた。このゲームは1989年のコンシューマーエレクトロニクス賞のベストオブ賞及び1990年のペアレンツチョイス賞を受賞した。本作の続編としてゲームボーイ用ソフト不思議なブロビープリンセスブロブを救えが発売された。長年にわたってシリーズを ニンテンドーの他の携帯機器向けに提供しようとして2度失敗した後2009年にウェイフォーワード・テクノロジーズによってリメイク版が開発され Wii 向けにマジェスコエンターテインメントによってリリースされ同年にはオリジナルの NES 版が北米及びパル地域の Wii バーチャルコンソールでリリースされたプラットフォームパズルゲームである本作は少年と彼の異星人の友人ブロビーが 住人にお菓子だけの食事を強いる悪の皇帝によって支配されたブロバニアの故郷の惑星を救うべく奔走する様子を描いている。少年とブロビーがロバニアにいる皇帝を倒すには地下を通って必要なアイテムを手に入れる必要がある。本作は横スクロールゲームではなく相互に接続された一連の単一の画面をプレイヤーに提示している。プラットフォームゲームであるにもかかわらず、 本作において少年は左右にしか移動することができず、ジャンプしたり泳いだりすることはできない。また、少年が一定の高さ以上から落下すると死亡する。他、落石、小乳石、石ヘビなどに触れても死亡する。プレイヤーは少年を直接操作するが、ブロバートはコンピューター AI によって制御されている。少年はブロビーの変身を利用して、裂けを越えたり、 より高い場所へ移動したり、障害物や敵を越えたりすることができる。プレイヤーが、ブロビーに、キャンで E を食べさせると、様々な道具に変身する。例えば、アップルキャンで E は、はしごに、ニッキーキャンで E でジャッキーに変身する。口笛を吹くと、ブロビーは、元の姿に戻り、少年についていく。プレイヤーは、不思議なゲームの世界を回るためにキャンで、 イーとその効果を実験することが奨励される。ステージ内には、プレイヤーのスコアを上げる様々な宝物とダイヤモンドでゲーム世界にあるドラッグストアでビタミンを購入するために使用できる。ビタミンは特定のタスクを完了するために、ブロバニアで使用される特殊なビタブラスタと組み合わせて使用できる。また、マップ上には追加のキャンでイーと一定数集めると、 プレイヤーの残機を増やすコインがある。デイビッド・クレインは不思議なブロビーのチーフプログラマー兼デザイナーである。不思議なブロビー・ブロバニアの機器はアブソリュートエンターテインメントの社内開発のイマジニアリングによって開発された。デイビッド・クレインが中心となり、かつてのアクティビジョンの同僚のガリー・キッチンの協力を得てこのゲームが開発された。キッチンは1988年に セルフパブリッシングを開始したアクティビジョンのスピンオフ、企業アブソリュートの社長だった。クレインはほぼ同時にアブソリュートのキッチンに加わった。クレインは形を変えたブロブと一緒に行動する少年のコンセプトを壁から離れたアイデアとして説明した。クレインはブロビーのデザインはハンナ・バーベラの漫画、怪獣王ターガンのキャラクターヒューヒューとボーボーに大きく。 影響されていると述べた。ゲームプレイの観点から、クレインの目標は、あたり2600ゲームのピットホールのように、より面白いアクションアドベンチャーゲームを作ることだった。続編、ピットホール2失われた洞窟のリリース以来、市場のアドベンチャーゲームには、プレイヤーがその環境で収集して利用するための便利なツールが含まれるようになった。しかし、クレインは表示されたツール群を、 あまりエレガントではないと判断し、別の方法でツールを実装することにした。ゲームの前提を考え出した後、プロビーの変身のアイデア集が作成され、アーティストとブレインストーミングを行った後、アーティストはそれらをコンピューターグラフィックスに変換した。変身は NES の画面解像度のための画面に表示される方法に基づいて選択された。クレインによると、 橋やはしごなどのオブジェクトは必須だったが多くのアイデアはプレイヤーが見てわかりくいということで却下された。オブジェクトを使用して攻略できるパズルはプロビーの形状が確定した後に作成された。合計14個のキャンで E がゲームに実装されプレイヤーが覚えやすくするためにフレーバーの名称にはダジャレやインを踏んだものが付けられた。例えばドーナツキャンでイ ドーナツの輪という言葉遊びにちなんで、プロビーを穴に変身させる効果を持つ。ゲームのマニュアルにリストされているグレープ味のゼリービーンは、ニンテンドーに提出されたバージョンにのみ存在していた。このフレーバーは、プロビーを壁に変え、敵を撃退する。本作は、ニンテンドーで最もプレイされたゲームの一つであることが判明した。以前のバージョンでは、プレイヤーキャラクターが、 プロビーから離れ離れになってゲームを続行できなくなる可能性があった。ニンテンドーの上層部はこれをバグだと考えていたため、クレープビーンはケチャップビーンに差し替えられた。本作は1989年の夏にニンテンドーから正式にライセンスれだ。標準的な NES ゲームの開発には6から8 1ヶ月要するが、イマジニアリングはわずか6週間で完成させた。 クレイン自身が彼のオフィスの近くのフロップハウスに部屋を借り、16から20時間のプロジェクトに数日費やした。開発の最後の2日間で48時間眠らずに、過ごした後、クレインは商談でものために、シカゴのコンシューマーエレクトロニクスショーに向かい、ホテルでバグを修正して、夜を過ごした。このゲームは、1989年のクリスマスの直前に、 アブソルートの NES での最初のゲームとしてリリースされた。クレインはアブソルートの初期のゲームの開発プロセスを楽しいものにしたと思い出したが、ニンテンドーのルールではゲームビジネスの出版側は本当に大変だったと説明し、ゲームパブリッシャーがその年に廃業する頻度を強調した。チームはもともとトランスフォーマーアニメーション機能のライター、プロデューサーと 抱き合わせ玩具と映画を使って不思議なブロビーのビデオゲームを同時に立ち上げるために話し合っていた。しかし、制作リソースをゲーム、玩具、映画の間で3つの方法に分割するのが起源と困難であるため計画が実現することはなかった。本作は1990年11月にジャレコによって日本でリリースされた。本作は賛否両論を巻き起こした。 ゲームが発売されてから間もない頃に公開された、批評の多くは、プロビーをアイテムとして使いながら、ゲームを進めていくというコンセプトを、肯定的に評価した。ミルウォーキー・ジャーナル・センティネルの雑誌メイン・マシーンズと、ドラゴンとエドワード・ジェシンラットのスタッフ全員が、ゲームを楽しくて、やりがいのある、ゲームプレイであり、創造的で独創的なアイデアであると述べた。 ミーン・マシンズの二人のレビュアーは、不思議なブロビーのグラフィック品質を背景の一部はデジタル化され、見事に色付けされている。少年はスムーズに現実的に動き、ブロビー自身はアニメーションの傑作である。と称賛した。クレインの以前の作品、ピットホールの更新版としてゲームをラベル付けしたシンラットは、プログラマーは、 迷路のサイズに利用可能なメモリを使用することを常に好んだと主張して、グラフィックスにはそれほど感銘を受けなかった。エレクトロニックゲーミングマンスリーの4人のレビュアーは、本作について敵が少なく画面スクロールがないため、厳密に平均的であると判定した。彼らはユニークなゲームプレイの公式について、同様の肯定的なコメントを残したが、作家の一人は、 その可能性を完全に実現することはないと感じた。この意見は、イグンのルーカス・エム・トーマスによって反響され、ゲームのより否定的なレビューを行った。不思議なブロビーの背後にあるアイデアは確かにユニークであり、賞賛に値するものではあるが、コンセプトの実現はゲームを楽しいものにすることは、決してなかったと彼は説明した。トーマスは、ゲームのコントロールに欠陥があることを指摘した。 広大な空の環境。限られた数の必要なキャンで E で進めて、プレイヤーにプロビーの様々な変身のコアとなるゲームプレイギミックを残すという。ジェレミー・パリッシュは 1UP.com に寄せた記事の中で、レイヤーが学習曲線を超えて限られたツールセットとシンプルなインターフェースをマスターすると、ゲームの潜在的にイライラさせる試行錯誤のメカニズムが 人生化する可能性があると予測した。レトロゲーマーのスチュアート・ハントが本作はアブソリュート・エンタテインメントの最大のヒット作の一つとなりチームの期待をすべて上回った。と報告したようにこのゲームは1989年の CES でのデビューでベスト・オブ・賞賞を受賞した。用語団体ペア・レンツ・チョイス・ファンデーションは1 9九十年に 不思議なブロビーを生の人間の価値、高品質のソフトウェア、インテリジェントデザインをもって、ペアレンツ、チョイスアワードに表彰した。デザイナーのクレインは、校舎の栄誉を特に誇りに思っており、親になる前と後の両方に感謝している。ゲームの最初のリリース以来、本作はメディアから様々な認識を得ている。2005年、ヒューストン大学の新聞コラムニストである、 ジェイソン・ポーランドは若い男の子が宇宙空間の友達になるというゲームの前提のインスピレーションを ET やスターファイターを含む1980年代の映画の多くに見られる中心テーマに返した。作家は地球人主人公がエイリアンのコホートにキャンディを供給するという二つの機能の内前者についてこれが特に当てはまることを発見した。 ジェリービーンの製品は一切配置されていないが、不思議なブロビーは80年代の SF 映画のすべてのプロットデバイスを含み、映画ジャンル全体のエンドキャップとして機能している。ウェブサイトのゲームズリーダーは、不思議なブロビーが AI 制御パートナーの最初の認識可能なインスタンスを持つことのゲームにおけるマイルストーンであると指摘した。イグンは、レビュースコアが非常に低いにもかかわらず、 不思議なブロビーを NES で74番目に優れたゲームとして挙げた。これは創造的なゲームプレイメカニズムとアクションアドベンチャーとプラットフォームの健全な混合に含まれているためである。本作の続編であるゲームボーイ用ソフト不思議なブロビープリンセスブロブを救えはブロビーと少年が城の塔の中に囚われた王女を救おうとする内容である。 マジェスコエンターテインメントは、アブソルートの閉鎖後に不思議なブロビーの権利を購入した。ゲームボーイアドバンス向けに、A ボーイヒズブロブ、JDS コズミックアドベンチャーと題した一連のシリーズは2001年に、マジェスコによって発表されたが、ゲームは最終的にキャンセルされたマジェスコは、2005年に、クレインと、 キッチンが1995年に設立したスコヨーワークステクノロジーズによる任天堂 d DS 用の開発中の続編を発表した。ゲームのストーリーは NES のリリースが完了してから6年後に行われた。これは 3D モデル15から20の異なる色のジェリービーン15レベルジェリービーンの在庫を管理するための DS タッチスクリーン機能を搭載することであった。しかし、マジェスコの経済的問題により、ゲームの発売は無期限延期となった。本作の Wii でリメイクは、A-Boy&HisBlob のタイトルで、WayForward Technologies ーーによって開発され、2009年にマジェスコによって公開された。クレインは、新しいゲームの作成には関与しなかった。同年、 不思議なブロビー・ブロバニアの機器は北米とパルの両方の地域で Wii バーチャルコンソールサービスで再リリースされた。シリーズの別の新しいタイトルは Nintendo 3DS の開発中として2010年のエレクトロニックエンターテイメントエキスポにリストされた。Wayforward Technologies は後にリストの内容に誤りがあったとし、a b o イヒズブロブの新作の開発は 行っていないとの声明を発表した。ありがとうございます。